まったなという心境でございました。まあ、なぜかというと多分、私の作風が多分、合うのではないかと、まあ、それと、まあ、この題材が時代劇であるということで多分過去の作品を見て多分私に、名指しされたんだろうとそう推測しております。まあ、基本的にこの作品はキャラクターがメインの作品であるということ、それと、まあ、それによる原作もやはり色気ある絵作りっていうか絵世界、その辺は何かこう、まあ、色気っていうんでしょうか、何かそういうような要素を、まあ、アニメーションにおいてもいわゆるアニメーションっていう媒体でも何かしらこう、そのもともと持つ魅力を出していけたらなということが多分一番大事にしていることだと思います。それはやはり皆さんもそこを期待しているではないかと、そのように思います。原作実はですね、もうこの原作自体もずいぶん昔に出版された原作ですよね。まあ、その時チラチラと見てすごい絵がいいな、で、まあ、話もどちらかというとすごく本当に絵の魅力を前面に押し出した、いわゆる、イコールキャラクターの魅力を押し出した作品だと、と同時に、まあ、そのキャラクターたちの群像のそれぞれのドラマをまんべんなくしっかりと描いている作品だなと思ってすごく好きな作品でした。まあまあ、一番はやっぱり絵の魅力だと思います。はい、そこへ自分的には最初読んだ時にとても、好みの、漫画だと思いました。まあ心境自体は、まあ、間際になったというよりも随分以前から、心境というよりはまあ随分もう昔から決まってたことなので昔っていうか、まあ、それはもうこの作品に限らずやはり当然ながら皆さんの反応に対する緊張は持っております。ドキドキしております。はい、難しいですね。一言で言ってこのキャラはっていうこと言っちゃうとやっぱりこの無限の住人の世界をなんかこう、まあ、自分が作る立場の人間としてなかなかちょっと言えないところがありますね。まあ、それぞれごひきのキャラ、ごひいきのキャラはやっぱり読者もしくはこのアニメを見る方たちはそれぞれ、まあ、気持ちがそこに持っていかれるんでしょうけど、やはり絵を描く方、それと、声で演じてくれる方、やっぱりその作業を見てるとやっぱりそれぞれのキャラクターに対してやっぱりその人間っていう存在感っていうのをすごく出してもらってる、出してもらってる、出さないと多分この作品は成立しない作品だと思うんですよ。だからそういう意味でやはり私監督としては、やはり演じる側、書く人の、立場から、見てるとやはり全てのキャラにそれぞれの、キャラの機微、そういうところはなんか注目してほしいし、自分もそういうことを、この作品を通じて表現できたら嬉しいと思ってます。もう嵐の状態です。春風のような嵐のような台風のような、時々なぎになっております。抽象的ですけどそこも、キャラクターが多いので本当に、まあ、さっきもいわゆるキャラクターを演じてくれる方たち、そして音を作ってくれるそこを、いろいろと、まとめてくれる人たち、やっぱりこの作品に対する思い入れはそれぞれあると思い、
やはり自分と違った見方っていう部分も、あり、あるいはその演じる方も。で、そういう意味では、すごくキャラクターの幅っていうのかな、やっぱり人間として、いわゆる確一ではない、なんかそういうふうな方向性っていうのを、まあ、演じてもらったりっていうところで、僕自身がいわゆるその現場立ち会いもしくはそこで指示する上ではすごく楽しい現場、いろんななんか人間の側面が見える。それはまあこの原作イコール原作っていうのは多分そういう作品だということなので、すごくそういうのを確認できて面白いです。そうですね、大変なとこっていうのは、まあ楽しい大変、まあ両方なんですけど、この作品自体はまず、単行本で30巻ほど長編作品ですね。でそれをシリーズ化をする、いわゆるその、24本にこれをまとめる。まずそこをどうまとめるか、いわゆるストーリー構成っていうのはやはり最初の段階で苦労したところはそこですね。苦労というか大変ということでしょうか。この作品をどう、いわゆる原作のニュアンスを崩さずに、で作品としてのキャラクターっていうのをその24本の中に圧縮する部分もあります。でその中でどういうふうにキャラクターを、まあ、先ほどの、キャラクターを演じさせるっていうことにおいて、そのキャラクターのその培ってきた、その作品の中で培ってきた人生を例えば一瞬の芝居で見せる、一瞬の一つの短いシーンで見せるってした時に、どういうふうに物語を作っていけばいいのかなっていう、そういうふうに考えることは大変でしたけど、まあ、同時に多分楽しいことだと思っております、はい。まあやはり原作のやっぱり絵の魅力ってことだと思います、で物語もまあさることながらとても面白いと思います。まあ、シンプルでいてはっきり言ってすごく透き通って何か初々しいっていうか、まあちょっと分かりにくいかもしれませんけど、これは僕の感想なので、すごくどちらかというと正統派のすごいロマンチックな、ロマンチズムがある剣劇で、やはりそういうのはちょっと血生臭いところもあるんですけど、やはりこれはまあチャンバラ映画っていうですね、ヒーローでそこにある人間を映し出す上ではいわゆるそれをごまかしちゃいけないものであるし、この作品は基本的にアクション映像作品なんで、ごまかさずに作品を作っているつもりです。まあ、その辺あたりも、美しさとして見ていただきたいなと思います。あ、それはもう多分もう今まで言ってる中でもうほぼ皆さんに向けて言ってるつもりかもしれません。でやはりまあとにかく、Amazon プライムですか、ぜひ配信を見てください。シンプルにそれだけです。